ジョージ・パットン、ジョージ・スミス・パットン・ジュニア、ジョージ・スミス・パットン・ジュニア、1885年11月11日から1945年12月21日は、アメリカの陸軍軍人。モットーは、大胆不敵であれ。B.E. オーデシャス。カリフォルニア州産ガブリエル、三ゲーブリエル生まれ。祖父ジョージ・パットン・シニアは、南北戦争における連合国陸軍。 南軍の将校で、オペクオンの戦いで戦死している。また、アメリカ独立戦争で戦ったヒューマーサー巡将の、血も引き継いでおり、アメリカ合衆国設立当初から続いている由緒、正しい軍人一家の一員であり、パットン本人もそれを非常に意識していた。バージニア州立軍事学校、バージニアミリタリーインスティチュート及び、ウェストポイント陸軍士官学校で教育を受けた。 幼少の頃から将軍になろうと英雄願望を持っていた。幼少時から妹と軍人ごっこをして遊んでおり、その頃からパットン中将、リュテナンゼネラルジョージ S、パットン、ジュニアを名乗っていた。古典文学と戦士を勉強する知的な子供ではあったが基礎的な学習能力に問題があり、学校教育の全体にわたって影響した。 他の子に比べ読み方を学ぶのが遅れ、綴り方のような基本的学習を行わなかった。今でいう質読み症であったと言われている。ウェストポイント卒業後、近代五種競技のアメリカ合衆国代表として、1912年のストックホルムオリンピックに参加。近代五種は伝統的にヨーロッパ勢が強く、5位という成績を残す。リンネ生 北欧神話の信仰者でもあった。多くの文献が彼が自身をカルタ語のハンニバル将軍の再来であると主張したことを記している。他にもナポレオンと共に戦ったともいい、ローマの軍団兵であったとも主張していた。オリンピックからの帰国後、騎兵用サーベルに関する研究を騎兵ジャーナル1913年3月号をはじめ軍の雑誌に寄稿しており、 それが武器商の目に留まり、M1913 機兵等をデザインしている。これは1934年に、機兵用サーベルが廃止された時、米軍最後のサーベルとなっている。1916年のメキシコ国境戦役中に、パットンは、テキサス第13機兵連隊に配属され、パンチ呼びリア懲罰遠征時のジョンパーシング巡将の副官となった。戦役中、 第六不評連隊の兵士10人を同伴した、パットンは、ビレ個人の護衛隊指揮官、フリオカルデラス将軍を殺害した。帰国後パットンはこの選考で評価を上げる。第一次世界大戦にアメリカが参戦するにあたり、パーシング将軍はパットンを大尉に昇進させた。フランスにおいて、パーシング将軍は、パットンに新しく編成されたアメリカ戦車部隊の戦闘式取らせた。 ミューズアルゴンヌ方面での作戦において負傷し、戦時昇進により、大佐にまで昇進した。ちなみにパットンは、第一次世界大戦に参加した将兵では珍しく、残豪戦というものを全く無意味だと信じており、次の戦争は残豪を掘ったり陣地を守ったりで、勝敗が決まることはなく、機動力で決するであろうと信じていた。第一次大戦中に、 戦時昇進で大佐に昇進したが、大戦の終結により、少佐に降格となる。1919年のワシントン勤務中に、アイゼンハワーと親友になった。このことは、後のパットンの人生に大きな影響を与えた。1920年代の前半には、アメリカ議会に対し、気候部隊に対する予算措置を要請したが、認められなかった。また、 戦車や機械化部隊についての記事を書き、これらの兵器についての用法を示唆した。平時における緊縮した軍事予算はパットンの昇進にも影響した。ネッカラの戦争好きだったパットンにとって戦争のない平和な期間は耐え難かったらしく、この戦艦期はパットンやその家族にとっては大変難しい時期になってしまった。戦争に参加できない。 不満のせいかパットンはこの期間中に、娘の親友と不倫をして、離婚寸前になったり、頻繁に感触を起こして、娘たちに煙たがられたり、アルコールに溺れたり、どを過ぎた甘党になったりと、明らかにその情熱を持て余しているような行為が多かった。ただし戦争が近づくにつれ態度は落ち着き、今までの絶望や無軌道な行動は姿を消し、元の軍人らしいパットンへと戻っていった。 その結果、1938年に大佐に昇進した、頃にはもはや米国の参戦が待てないというほど正気に、みなぎっており、今すぐにでも戦争に参加できると公言していた。その後ドイツの電撃戦により、アメリカ軍においても気候志願の必要性が認識された。パットンはその能力が認められ、順調に昇進し、気候旅団長に着任した。この気候旅団は後に、 アメリカ第二機構師団となり、パットンも少々に昇進した。アメリカ陸軍が第二次世界大戦に参戦するにあたり、パットンはカリフォルニア州インディオに砂漠戦訓練センターを設立した。1941年のルイジアナにおける演習においては、ニコ軍を指揮している。1942年11月にパットンは少々として、 アメリカ第1機構軍団を指揮し、統治作戦でモロッコに上陸した。ついで、1943年3月6日に中将に昇進し、同時に更迭されたフリーデンタール中将の後任して、第2軍団の司令官に就任した。同軍団は、ドイツアフリカ軍団によって、カセリーヌ峠の戦いで大敗を喫したところであった。 パットンは、オマール・ブラッドレー少将を副司令官とした。多くの米軍将校や英軍将校によれば当時来た、アフリカに駐屯していた米軍は、規律に緩く、弱かったらしい。当初は英軍に、我々、連合側のイタリア軍と、揶揄されていた。パットンは着任早々将兵たちに厳格に規律を、守るように命令し、軍旗を守らなかった者には容赦なく、罰を課した。また、 今までと全く違った厳しい訓練を行い、北アフリカの米軍を文字通り叩き直した。良くも悪くも軍人らしい軍人だったパットンは、必ずしも人気のある指揮官ではなかったが、敬意は払われていた。ほんの些細なことでも、軍旗を守らなかった将兵には、厳しい罰則を課した、反面、勇敢に戦った将兵や勇気ある行動を示した将兵のことは、 過剰なまで褒め上げ、その健闘を称えた。また、部下の訓示でも、私を見つけたかったら師団の戦闘を走っている、戦車まで来いと言っているうに常に、前線で指揮を取ることを好んでいた。また彼は、部下の将校にも、そのような積極的な態度を要求しており、北アフリカに着任してから後方に安全な指揮所を開設しただけで、そこから動こうとない将軍などは容赦なく悲念した。 これらの策は功を奏し、パットンの部隊は東から攻め寄せるモントゴメリー城軍の英軍と共に北アフリカにいるドイツ軍を攻撃し1943年5月までにはドイツ軍を北アフリカから駆逐した。北アフリカでの戦考により第7軍の司令官となったパットンは1943年7月にシチリア島に上陸した。第7軍の役割は 島の北東端のメッシナに直進するモントゴメリーの A 第8軍の西側面を演することであったが、第8軍がエトナ山の南で激しい抵抗にあって、進撃を停止すると、パットンは島の西部に迅速に進撃し、島の中心都市であるパレルムを解放し、返す刀で東方に展開して、A 軍の担当箇所であったメッシナを A 軍より先に占領している。 しかしドイツ・イタリア軍はメッシュな海峡の制空権と制海権を保持していたのでシチリアに駐屯していたドイツ・イタリア軍のほとんどは重装備とともにイタリア本土に引き上げてしまった。シチリア島における作戦の最中、パットンは野戦病院を見舞っているが、そこで有名な兵士大田事件を起こしている。彼は全く外傷のない兵士を見つけ、臆病であるとしてその兵を大田。 持っていた手袋で叩いたとも、また、映画、パットン大戦車軍団では、臆病者は銃殺してやると自身の拳銃に手をかけたが、周囲に制止されたしてしまった。その兵士は、砲弾神経症によって、精神状態が不安定になっていたために、入院していたのであるが、一見健康そうなものが重症者たちと一緒に、病院のベッドに寝ているとがパットンには、我慢がならなかったのであろう。また、 砲弾神経症、いわゆるシェルショックが、どのようなものか理解していなかったため、単なる臆病な兵士に見えてしまった可能性も高。現場にいた特派員はこれを報じなかったが、現場の医師が、この件をアイゼンハワーに報告したため、かねてより、パトンをうんじていた、司令部の判断で一気に大事件として報道されてしまった。アイゼンハワーはこれを機会に、 パットンを本国に送還するつもりだったが、ジョージ・マーシャル陸軍参謀総長と話し合った結果、それは取りやめ、前線指揮官の地位を剥奪するにとどめたという。パットンは、その後自主的に被害に遭った兵と現場にいた兵士たちに謝罪している。パットンは、第七軍の指揮を外され、その後回路で10ヶ月近く待機することとなった。1944年6月、 ノルマンディ上陸作戦期間中のパットンはアメリカ第一軍集団の指揮を命じられていた。この部隊は実体のない部隊であり、連合軍がノルマンディではなく華麗に上陸しようとせかける欺瞞作戦の一環であったフォーテ4ュー度作戦。部隊の指揮を外された彼にとってはうってつけの役目であったが、戦争強とも言えるほど戦争好きだったパットンに、 とっては大忍耐の日々だったようだ。しかし、ノルマンディー上陸作戦結構直後に、アイゼンハーによってその任務を解かれ、第三軍司令官として、前線指揮官に復帰したが、かつての部下であるブラッドレー第12軍、集団司令官の指揮官に置かれた。その後のノルマンディー地方における戦いにおいては、第三軍の指揮を取り連合軍部隊の最西端を担った。ここで、 ドイツ軍戦線突破の作戦、コブラ作戦が実行され、パットンはまるで水を得た魚のように活躍し、第3軍で戦線を突破して、大進撃を開始する。ノルマンディ地方から一気に南下した後に投進を開始し、ドイツ軍の後方を一気に駆け抜けた。この結果、フランス西部のファレーズ付近で、イギリス軍と手を結び、ドイツ軍の包囲に成功する。 このファレーズポケットに閉じ込められたドイツ軍部隊は、殲滅された。少なくない数のドイツ兵が装備を捨てて、チリジリになって、包囲を脱出することに成功したものの、1万を超える、戦死者、負傷者を含めれば6万人と5万を超える捕虜を出した、西方のスターリングードとも呼ばれた、大敗北であった。しかし、英軍の進撃が遅かったせいでより多くのドイツ兵を、 捉え損なっていたと思っていたため、パットン本人はこの結果に不満であった。その後パットンはドイツ軍かおまけの電撃戦を実施し、2週間で1000キロ、正確には600マイル前後近い距離を進撃した。彼が敵の抵抗拠点を見つけた場合、停止しその拠点を攻略してから攻撃を再開するより、機動力を活かして敵の後方に回り込むことを好んだ。 どのような抵抗拠点も後方の方が弱体であることが多く、またそうでなくとも補給路を遮断されてしまっては戦いようがない。パットンはそうやってドイツ軍の抵抗拠点の多くを無力化し攻略した。1944年8月、フランスにおけるドイツ軍が回送状態となったため、連合軍はそれを追撃し、ドイツ国境付近まで進撃する。パットン率いる。 第3軍もフランス東部ロレーヌ地方に進撃する。ここで補給物資、特にガソリンの不足により、進撃速度は停滞する。結局、メッツを占領したのは11月23日のこととなった。1944年12月のバルジの戦いでは、パトンの指揮する第3軍の北方で、ドイツ軍の攻勢が行われた。 ドイツ軍の都市粒の中でも南部にあったバスドーニュは交通の要衝であったためアメリカ第101空挺師団がここを死守していた。実際ワルジの攻勢が始まる前に動物的な感でドイツが何か企んでいると感じたパットンはこれを救出するために軍を急遽北に向かって転身させ果敢な進撃により同志団を救出した。これはパットンの大きな功績の一つとされている。 12月19日にベルダンの文化でアイゼンハワーらと会ったとき、パットンはどのぐらいの時間があれば軍を北方に向けられるかを尋ねられ、48時間以内に可能であると答えている。アイゼンハワーは無茶なこと言うな。と言い、準備が十分に整ってからでよいと言ったが実はパットンは会議に出席する前に北部に反撃する準備をしておくように部下に伝えてあり、 尋ねられた時点で、すでに局地的な反撃は行われ始めていたのである。バスニには21日の時点で、ドイツ軍に完全に包囲されてしまうことになるが、包囲される前から、すでに軍を北方に振り向けていたのは、パットンの戦略岩の証明とも言える。司令部の了承を得た第三軍は北に向かって、進撃し、 天候の回復にも助けられて、西方に進撃中だったドイツ軍の側面を通撃した。ドイツ軍はバストーニュを攻略することに失敗し、必死の防戦にもかかわらずその脇腹を第三軍に食い破られてしまった。12月26日には、第三軍の一部がバストーニュにたどり着き、包囲を破ることに成功している。ドイツ軍はその後も粘ったが、1月13日には、 バストーニュ周辺から撤退し、ドイツ軍は1月23日に作戦の停止を決定した。その後、第三軍はドイツ軍を追撃して、ザールランドや西ボヘミアへ進出、さらにプラハイ進撃する予定であったが、その前にドイツは降伏し、終戦となった。パットンはそのまま第三軍を率いてバイエルに進駐し、その地の軍政指導を担当するようになった。 ナチスに所属していたこと自体が罪だと思っていなかったパットンは他の指揮官と違って占領地での非ナ地下政策は行わなかったがその行為はメディア等から疑問視されていたそして1945年の9月22日に行われた記者会見でなぜナチス党員だった職員をそのまま働かせているのか説かれたパットンはドイツ国民にとってのナチスは アメリカ国民にとっての民主党や共和党と同じようなものであるという趣旨の発言をしてメディアや政治家から批判の嵐にさらされた。その発言の趣旨はあくまでナチスはヒトラ政権下では合法的かつ唯一の政党であり、その当時党に所属していたこと自体を犯罪として考えるべきではないという彼のスタンスを説明したものだったのだが、 その説明をするときにわざわざアメリカの政党をナチスと同レベルで扱ったということで多くのアメリカ国民を怒らせてしまった。アイゼンハワーの司令部も当然その発言を問題視し、パットンは第3軍司令官の任務を解かれ、1945年の10月に司令官に移動された。同じ軍から軍への移動ではあったものの、当時の第15軍は選手編纂を担当する。 極めて小規模な部隊であり、この人事は事実上の左遷であった。12月9日、参謀長の将軍らと共に資料に出かける途中、ハイデルベルクで乗車していたキャデラックが、アメリカ陸軍のトラックと衝突する自動車事故を起こした。事故自体は、軽微なもので、トラックの乗員や参謀長及びキャデラックの運転手も負傷しなかったが、後部座席に座っていたパットンは、 前後部座席の間のパーティションに頭を打ち付けて、頸椎を損し、意識はあるものの首から、下の体が完全に麻痺状態となった。その12日後の21日に、配属戦争で死去し、ルクセンブルクのハムにあるアメリカ軍墓地に埋葬された。軍人として、名を馳せたパットンがあまりにも突然の事故にあったことと、当時、まだ維持されていた。 大祖優和政策に対する攻撃的な言動に対する政府筋の忌械を買っていた状況でもあったため暗殺説も流れた。息子のジョージ・パットン4世は同じく陸軍軍人。最終階級は少々となり朝鮮戦争とベトナム戦争を指揮した。また陸軍大将のは義理の息子、娘婿にあたる。自分が ハンニバルの生まれ変わりであると信じていたという証言もある。一方で彼には飛行部隊の重要性を提唱するなど先見の民があった。戦争教とも言えるその生涯であったが皮肉にも最後の言葉は自動車事故は軍人の死に様ではないなだったという。ただしこの欠点を自分でもある程度は認識していたようで日記や妻には自分がトゥーダムミリタリー。 軍人らしすぎると反省を込めて書いている。しかし態度は改まらなかった。1935年ナチスが制定したニュルンベルク法の原本を入手し故郷の図書館に寄贈している。上記の戦車はすべてパットンの名称が付けられているためパットン戦車、パットンシリーズと呼ばれることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。